疲れ様でした。ありがとうございます。今は本当になんか成功してよかったなっていうほっとした気持ちと、なんかすごい楽しかったなっていう満足感でいっぱいです。楽しかったですね、楽しかった。なんか声が枯れるくらい楽しかったそうですね、やりたい曲がすごいみんなが声出して、ファンの方がいっぱい声出してくれて、会場がわーって盛り上がって、なんかメンバー同士でなんかフリーでなんかすごい目合わすみたいな、なんかそういう交流みたい な, なんかそういうこともやりたかったので、だからオープニングはその5曲をすごい意識してオープニング、その曲はすごいなんかわちゃわちゃ感というか、メンバーもだしファンの人も一緒にわちゃわちゃできるようなセトリにしたいなと思って選びました。でも本当にあの1年目の時から比べたら、ちょっと声がでもちょっと成長した姿は見せられたのかなって思いますし、さっきのお見送りでもファンの方にすごい成長したねとか、すごい頑張ってたねとか、いっぱい声をかけていただいたので、でも成長した姿を、まあでも家族とかもすごく見に、友達とかも見てくれたので、まあすごいそういう部分でも見せられたのかなって思ってます。はい、なんか徳島公演が終わったからもうゴールじゃなくって、今回の徳島公演は私がすごくチャンスをいただけたと思っていて、構成的にもすごい自分が人生がコントになるみたいな、すごいフューチャーされた内容だったし、だからこれがこれですごいファンの人が増えて、ファンの人がもっといっぱい増えてくれたらいいなって思うし、もっともっと私自身もファンの人と交流を持って、ゆきちゃんのこと好きだよとか言ってくれる人がいっぱい増えて、そしてチーム8全体でもっともっと、ね、盛り上げていけるように頑張っていきたいと思います。でもすごいダンスもあの入った加入した当初から比べて、今回ポジションまで近いポジションも何個かさせていただいたんですけども、すごいね、あの元々すごい頑張り屋さんだなって入った時からすごく思ってたので、すごい練習もねめちゃくちゃしてたしね、そうしてたよ、してた、ありがとうございます、してました、してたし、でも本当に今回すごい、ね、なんかいろんなダンスのステップとかも昔より華麗に何ていうの、華麗にステップを褒めるようになって、近くでなんか成長したなって、あ、2年だっけ、2年あっという間だったね、早かったです、気づいたら、本当に成長をすごく近くで感じられて、一緒に楽しく盛り上げていけてとっても嬉しかったです。ありがとうございます、嬉しい。やっぱりセンターになんか普段私もその香川コンサートさせていただいた時、まあ、全曲ではなかったんですけど何個かセンターさせていただいた時に、普段センターなんて絶対立ってなかったポジションにその自分の地元だから立たせていただいて、すごい多分緊張したと思うの、ユーナもすごい緊張しててすごいね、でも頑張ってたから、なんか私も ああやって頑張ってたなとか、ちょっと懐かしい気持ちになったのと、あとなんだっけ、前座で嘆きのフィギュア、四国のフィギュアとしてやらせてもらったんですけど、私が8に入って一番最初のコンサート、長崎のコンサートかな、そうそうそう、で、やらせていただいたユニットだったので、それを新しくこうやってまた新しく加入してくれたメンバー4人と四国のフィギュアとしてまた やったっていうのでも、なんかなんて言うんだろう、なんかすごいすごい嬉しかった、そう、ね、すごいね、嬉しかった、嬉しかったし、自分たちもなんか新たなこの四国メンバーというか、これからもこうめっちゃ叩くましていく四国メンバーとして、四国のフィギュアをできたことはなんか懐かしかったし、なんか頑張っていこうってちょっと思いましたね。近くの曲がね、すごい多かった。それがユニットとかもそうだったけど、立ち位置とかもなんか、ね、そうね、なんか嬉しかった、ね。そうですね、私加入してから全部ツアーお手伝いメンバーとしてでもあるんですけど、全部出させていただいて、すごい、 でもやっぱ見れば見るほど自分のツアーができないってことにすごい悲しい気持ちも、そのみんなが素敵すぎて増えてて、でもなんか諦めて、正直言うと諦めてはないので一緒に、まだいける、まだいけるよ、私が一生懸命頑張ってコーチ声もなんかもしかしたらしてもらえる、だとすれば絶対4人でいっぱい曲やりたいし、なんか私がこの曲をみんなでやりたいんだよっていうのが言えたらいいなみたいなのはすごく思ってます。あ、嬉しい、やった、ぜひともぜひとも、もっとね、有名になればいけるよ、そうよ、有名になれば世界のスターになればいい、そうそう、そう、新しく入った曲たちもツアーできるじゃんね、そしたらね、そう、緊張くらいあるよ
あ、もうちょっとあるかも。あるよ。そうですね、まあ、ゆきちゃんが加入してその日からだいぶ今みたいな感じですごい仲良かったんですけど、まあ、今日も、まあ、頭から最後まで結構隣に踊ることもあって、でもなんかゆきちゃんすごいかっこよかったし、もうなんかでもそのままのゆきちゃんでいてほしいなっていうのも、あのお父様の手紙からすごい思って、ね、あと人生とかに書いて本当にゆきちゃんらしくって、もう本当に大好きで、だからそのままでいてほしいなって思ってました。私はすごくすごい全然ねシリアスな空気にならなかったのがちょっと申し訳ない。泣かない泣かないってずっと言ってて、でもちょっとうるうるしてた。ちょっとうるうるしてた。でもあれは泣いてないよ。声がちょっとね。でも本当にゆきちゃんね、なかなか泣かない強い子だからね、そこは尊敬してます。私泣いたら負けなんで。そうですね、まあ本当にずっと待って、本当に待っての念願の愛媛公演で、そうですね、まあその次回予告が世界が大変なことになってるっていうね。そうね、なんかだいぶ何をやるのか、そんなに話になって、なんか結構広島からずっとなんかコントみたいなさせてもらったんですけど、なんかだいぶ規模がでかくなってて、あ、どうなるんだろうエイトみたいな感じで、全部コントなんじゃない。やばい、もう曲をやらない。いや、それはやばい、それはやばい。まあでもセットリストもちょっと考えさせてもらったりして、でも私の大好きな曲もたくさんあって、私らしさが詰まっている曲になってるんじゃと思ってるし、でも本当に今回もね、まあ、ちょっと四国4人でできるかもなんで、ちょっとねそこはねすごい期待しててほしいんですけど、まあ私らしく愛媛らしく、まあ、四国4人で、そして他のメンバーとも一緒に頑張っていきたいと思います。愛媛公園来てね。